今回紹介するのはパン泥棒という本です。パン泥棒って何者の読み聞かせが楽しいユーモアイ本街のパン屋からさささっと飛び出す一つの影パンがパンを担いで逃げていきます。俺はパン泥棒美味おいしいパンを探し求める大泥棒さパンに包まれた その正体とはお茶目で憎めないパンドロボが今日も事件を巻き起こす子供のために買いましたが真のほうが気に入ってしまいましたもちろん子供も喜んでます3歳児が大受けしていました3歳になる娘に買いました表紙から食いつきがよく 途中ににある絵に大爆笑し,ていまし,たしばらくヘビロテしそうです。毎回笑える絵本 SNS でこの本を見かけ気になりました。自粛生活で本屋に行けない状態の中どこかで売ってないかと探したらアマゾンですぐヒット。 即購入。息子と読むたびに大笑いしてますゆえみ子でお気に入りの絵本になりました1歳五5ヶ月の子供に買いました美味しそうなパンがいっぱい出てきますまずいのところでそれまでとの絵のギャップがありすぎて親の私は面白くて好きなのですが子供は怖いと言っていますかっこ笑いパン泥棒がパンを脱ぎ捨てる場面は。 まだ子どもは理解していない様子ですが部分的に楽しめているようなのでわかる時が来るまで長く読み聞かせしていこうと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。